はい、皆さんこんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。私ちょっと車の方がちょっと故障しまして、買って半月なのにエンジンがちょっとおかしくなって、ちょっと小規不良で今メーカーさんに送りました。で、ちょっとねその間釣り行けないんですけどね、やりたいことが、あってですね、いろいろ早く行きたいなっていう感じなんですけどね。で、そのやりたいこと、この前買ったワームのテストと、それから、新しくやりたいことできました。遠くの方、50メーター以上ね、ルアーとかリグをぶっ飛ばして、アジを釣りたいと。ね、アジングじゃないだろうっていう方もおられるかもしれません。はい。そうかもしれませんが、ちょっとやってみたくなりました。で、いろいろ研究を、しておりました。でね、それでの説明をちょっと今からしたいと思います。普通の人はジグヘッドにワームで、近距離で、もう50メートル未満の範囲で、アジを狙ってると思うんですけども、キャロつけてもね、60、70ぐらいかな。で、キャロつけちゃうとちょっと、感度も落ちるし、ちょっとね、手返し悪くなるしね、そういう、問題、弊害が起きてくる、ですけども、なるべく何もつけずに、遠くにね、ルアーぶっ飛ばしたいな、と思いました。で、ちょっと前にね、このシマノのカーディフっていうね、1年ぐらい前かな、に、で、豆味をボコボコに釣りました。1.8g のシマノのカーディフっていう、スプーンなんですけどね。これで、ボコボコに、釣りました。で、スプーンで釣れるじゃんって、その時思いましたね。はい。これローリングするスプーンなんですけど、アジってローリングが好きらしいんですよね。控えめなアクションですよね、ローリングって。こう、左右に、尻尾振るんじゃなくて、こんな感じで、なんていうのかな。こんな感じで落ちていく感じの、アクションが好きだと。いうことで、これローリングするスプーンなんで、だからあったんじゃないかなと、釣れたんじゃないかなと思っております。メタルっていうか、ハードルアで釣れるんだったら、ハードルア遠くにぶっ飛ばして釣ればいいじゃんって、思いました。でも、やっぱりね、重くなればなるほどルアーがでっかくなるんで、スプーンもでっかくなるんで、アジも吸い込めなくなるだろうっていうね、そういう考えが出てきました。で、じゃあですね、どうしようかなと思った時に思い浮かんだのが、このメタル丸とナットジグですね。これ結構飛ぶんですけど、この二つ。ジグよりは飛ばないかもしれない。近いくらいの距離は出せますね。で、これをですね、使って、で、なんとかできないかと思いまして、そのなんとかできないかと思ったのがですね、このカラーですね、ステルスグリーンなんですけど、これ、ステルスグリーンっていうカラーなんですけど、これちょっと魚から、日中ね、見えにくいように、光の反射しまくってる日中で、見えにくいカラーなんですよね、ダークグリーンの。見えにくいカラーを使ってるのは、このブレードを目立たせるためなんですよね。ですから、こんな感じで、ブレードだけリトリーブしたら、泳いでる。大雑把に言ってしまえばそんな感じですよね。はい。かのように見える。というね、仕掛けがしてあるルアーなんですよ。で、こっちも、ちょっとダークな、カラーで、多分同じコンセプトだと思うんですけども。で、ブレードだけ目立たせるって感じの、
あのルアーだと思うんですけど、じゃあこれでいいじゃんっていうね、あのこれぶん投げて味狙えばいいじゃんってあの思ったんですよ。だけどあの同じことやってる人が考えた人が結構数年前におられまして、それがメタル丸の開発者の、レオンさんですね、はまあさすが開発者の方で、まああの動画をね出しておられました。まあ、あの 100m 飛ばせると言っておられたんですけどね、セッティング次第ではそれぐらいいくかもしれないですね。このメタル丸飛距離がすごいんで、まあ、それぐらいの未知の領域に、かっ飛ばせるとねいうふうなあの動画を出しておられました。はい、さすがです。で、他にもね、あのこのメタル丸で実際にあのギガアジを釣っておられる動画もありました。ね、あのもう先を越されてました。はい。ね、まあでまあでも僕のあの行ってる海でこれが通用するかね、ちょっとやってみたいなと思ってこれ買ってきました。はい。でね、これだけで終わっちゃちょっとねなんか味気ないなと思って。で、まあね、このルアーなんですけど、この二つのルアー、これ、ウォブリングで、がメインのルアーなんですよ。ウォブリングって、こう、左右にこんな感じで、ちょっと分かりづらいかな？左右に。で、先ほど言いました。僕がですね、豆味ボコボコに釣ったこのスプーンはローリングで、やっぱローリングのアクションが味は好きなんですよね。だからそのまあこれボディがちょっと見えにくいにしろ、波動はウォブリングの波動が出てて、味がちょっと警戒しちゃうんじゃないかなって、ちょっとそのせいで超過下がっちゃうんじゃねえかなっていうね、考えが湧きました。だから、この、なんていうか、ジグの部分をローリングするやつに変えればいいじゃんっていうふうに思って、ジグを買ってきました。月下美人、プリズナーっていうね、ローリングするジグですね。リトリーブしたら。ね、10g。それがこちらです。真っ黒に塗りつぶしました。真っ黒とちょい緑に。で、これで、ここが見えないようにして、で、ここのブレードを目立たせると。このブレードのフックはですね、巻きっぱっていうのを使ってます。はい。巻きっぱの、ブレードフックを、使いました、ここに。で、どうだろう。これで、ローリングして、ローリングするでしょ？で、遠くに飛ばせるでしょ？で、ブレード、バイトしてくれるでしょ？はい、というような話でした。で、まあ、アジングじゃないっていう方も多いにしろ、面白いと思うんで、やってみたいと思います。ね。はい、というような感じでした。で、超過が出たらまた報告したいと思いますが、今ちょっとね、この前いつもの実験してるフィールドに、まあアジがたくさん釣れるフィールドに行ったんですけど、網についてるような感じですね。8割ぐらいは。で、これ反応するかわかんないですけど、もしかしたらね、報告は遅れるかもしれないです。まあね、来年の7月とかになるかもしれない。その時はすいません。はい。ということでした。では、ご視聴ありがとうございました。